はいどうも、ふめいだよです。今回ですけど、七夕セレボの可能性がまだまだあるぞということと、つむつむ内で、あります、7月キャンペーンカレンダーっていうものがあるんですけども、それのハテナがまあほぼ判明してるっていうところで、まあちょっとね、考察やっていきたいと思います。で、今現在ね、まあ、多分ピックアップガチャが多分てか、まあピックアップガチャが開催してると思うんですけども、これね、撮影のね、まあ時期がですね、まあちょっと見てもらいましょうか。はい、昨日です。7月3日の、23時というところになってますので、はい、まあもうこういう日程だろうっていう体で、まあ、動画を撮っております。はい、というところなんですけども、まずね、ハテナのお話しましょうか。はい、ハテナのお話なんですけども、まあ、ちょっと画面出します。こちら、ここにですね、イベント情報のところに7月キャンペーンカレンダーっていうものがあるんですけども、まあ、ここでですね、10日のところにハテナがあります。はい、これがですね、もうこのこれさ、ハテナがさ、順次情報公開されるよって書いてあるんだけど、ハテナ1個しかないんだよね、そもそも。はい、でもうこれはですね、このハテナに関してはもう第2弾新ツムで間違いないと思います。っていうのもさ、1日のところにもさ、もうすでにこれほら新ツム載ってるじゃないですか。なんでもう第2弾新ツムももうツムのイラストを載せて来るんじゃないかなというところです。なので10日がね、第2弾新ツムって考えるとですよ、皆さん。で、その前にセレボが来ます。で、ピックアップガチャがね、おそらくね、7日までなんですよ。で、7日切り替えで第1弾セレボが来て、その後、まあ、3日間セレボが開催されてからの10日新ツム。そんな形になるんじゃないかなと思います。はい。なので、七夕セレボの可能性が、まあ結構あるんじゃないかなというところですね。まあもともと自分はですね、まあ7月までここでセレボが来て、まあワンチャン7月の、23時59分までっていう、そんな流れで、まあ七夕セレボが来るんじゃないかなと思ったんだけど、まあ第一弾ピックアップガチャが来てというところで、で、こうね、まあちょうど7日になれば、まあ、七夕セレボスペシャルっていうところでね、まあ大々として、まあやろうと思えばできるかなということで、可能性はあるんじゃないかなと思ってます。で、なんで七夕セレボがありそうかって言ったところはですね、まあちょっとまあ、ちょっと待ってか、まあ、前回の予想動画で言ったんですけども、このゴールデンウィークスペシャルっていうのがあったんで、まあ、今後はこういうね、イベントごとのところで、こういうスペシャルセレクトボックスが来るんじゃないかなという予想で、自分は七夕セレボっていうところを予想させてもらってます。はい。っていうことで、まだまだ可能性はあんじゃねえのという、そんな、お話でございました。はい。ということでね、まあ、じゃあ、何のツムが来そうかっていうところですね、やっていくんですけども、まあちょっとね、ここ最近ってか、まあ自分のこの予想動画、考察動画に関しては、基本的にはですね、もう、成り行きで、まあ流れでちょっと喋りながらやっちゃってる部分があったんで、まあちょっとね、チェックリストというか、まあ項目を、まあ洗い出してですね、まあちゃんと確認していきましょうっていう、まあチェックリストを作りました。はい、なので、まあこれに沿ってですね、まあまずはやっていきたいなと思っております。ということで、まあじゃあ上から行くと再生リストを見ていきましょうか。こちら、再生リストになりますけども、新ツム1本ありますよと、表示の動画が。ピックアップガチャに関しても1本表示動画がありますよと。あとはセレボのところにもですね、1本の表示動画がありますよということで、まあ、各ガチャのところの再生リストに1本ずつあるというところが、まあ、これでわかるかなと思います。はい、ということで、まあ、新ツム、ピックアップ、セレボ、各、一つ、非表示動画があると。という結果というところですね。で、次回のガチャ
種類の予想っていうところは、まあセレボですよね。セレボっていうのは、まあ言ってた通りでございます。で、過去ガチャの傾向ですね。まあちょっと見ていきましょう。前回ね、こちらも見たと思うんですけども、7月はね、まあ、傾向はね、あるんですけども、7月のね、新積もね、いいんですよね。熱いやつがいるんですよ。熱いやつが。まず7月、去年の7月はですね、インディーン・ジョーンズとか、アトランティスから、キーダーとか、そんな感じですね。強い積み来てますよ、という感じでございます。で、まあ、セレボはですね、まあ、そこまで熱いのは来てなかったけど、まあ、キャベツ・ミッキーとか、旅券の魔獣、マレドラとか、船長チャームとか、あとはね、はい、スモミが、ピックアップガチャで来てる。まあ、これが一番の目玉かな。スモミがピックアップで来つつ、ラストショー、スキッチ券みたいなのが、はい、おすすめですね。てか、今回の、似てない？ハピラプと、ハピラプにスキッチ券っていうところでも、ちょっと似てますよね。はい、っていうところで、ちょっと似てるピックアップガチャを見つけてしまいました。で、その、2年前ですね。2年前はね、キャプテンライトイヤーが登場した、時になりますよというところですね。あとはまあ、ここがですね、まあ、ピクサー関連の新積みだったっていうところで、まあ、ピクサーの積みが、まあ、多めに復活してるんじゃないかなと思います。まあ、このピックアップも全部、あれじゃない？ピクサー関連じゃないかな？このセレブもピクサー多いっすね。だからこれもプーさん以外ピクサーじゃない？エリオとは違うか。っていう感じで、まあ、ピクサー関連尽くしだったかなと思います。で、もう一個前だと、はい。まあ、ベツムとプーさんって感じですね。はい。っていう感じで、まあ、セレボピックは、まあ、なんとなくランダムっぽいですね。あとは、まあ、プーさん新積みできてるんで、プーさん関連。が来てるみたいな感じでございます。まあ、豆粒なんでね、豆粒に関連するところとかはね、まあ、来ないんですけど。で、あとは過去ガチャ、他にも、まあ、エルサラですね。ペア粒が初めて登場した月ですよ、というところとか。まあ、でもやっぱね、ピクサー関連が多いかなと。ここもピクサー粒、新粒が来て、はい。まあ、ピクサー関連の粒復活してるし、まあ、その一個前の年もですね、トイストーリー4で新積み来てるし、というところで、ピクサー関連が、傾向としてはやっぱ多いのかなと思います。はい。ということで、まあ、ここを見ていくと、まあ、ピクサーが多い。あとは新積みに関係するところ、ですね。はい。が来てるというところですね。あと、誕生日の確認。まあ、一応4月なんですけども、これもですね、まあ、ちょっと、前回の動画で見ましたけども、まあ、おさらいということで、ちょっと見ていきましょうか。4月3日、クッキーアーンということで、まあ、やたら出たクッキーアーンですね。まあ、通りで出たよな、という感じです。あとは4月9日、ジャック・スパロー。4月28日、アリス、ということで、まあ、この、3キャラが、はい。誕生日ですよ、というところで。誕生日関連でね、まあ、復活そうですよね、というところですね。まあ、今のところですね。ちょっと記載するとですね。はい。クッキーアン。ジャック・スパロー。アリス。公式ディズニーサイトをもう一応見ましょうか。そんな、特にはないと思うんですけど、ディズニーライブイベントはありますけども、まあ、この辺はね、カール G さん、あ、カール G さんあるじゃん、ほら。あ、カール G さんのオーケストラがあるから、カール G さん来るかもねってお話ですよね。こういうのもね、ワンチャンね、関連してくる可能性あるんでね。ディズニー映画は、まあ、この辺はね、月末になるんですよね。なので、まあ、来月、そう、新積みで、
ていうところはちょっと期待したかったんだけど、まあダッフィー&フレンズが来るということで、まあこの辺は絶望になっちゃったのかな。まあここ最近のトレンドで言うとですね、こう2、3ヶ月後にこう登場するみたいないう、まあ、傾向があるので、まあ、そんな形になってくるのかなと思います。はい、なので、まあ、ここら辺の関連のツムっていうのもまあちょっと遅れてくるのかなと思ってます。はい、特に情報なしっていうのが、今回の、はい、まあ、確認事項でございましたけども、まあということで、じゃあ七夕セレブ何が来そうかっていうところですね。まあちょっとか軽く解説していくと、まあ前回もね予想はしたんだけど、ここにちょっとイラストを載せておきました。まずインディーンジョーズ去年の新ツムで来ましたよというところと、あとはディズニーシーのインディーンジョーンズの、まあ、アトラクションあるしっていうところで入れさせてもらってます。ジャングルクルーズミキ、こちらもディズニーリゾートのディズニーランドのジャングルクルーズがあるのでというところです。でコンスタンスはね、あれじゃんね、ホンテッドマンションのやつですよ、ですよねと。でウッディ&バズに関してはこれはまあディズニーシーにトイストーリーのやつがいるからというところですね。キャプテンライトイヤー、これは2年前の新ツムっていうところと、あとはですね、ここザーグピックアップガチャで来てるんで、まあその関連実はあるんじゃないのというところと、まあさっき言ったその2年前の新ツムっていうところ、まあ、ぼちぼち、はい、来るんじゃないのと。去年もね、その三が日以外にも一度だけね普通のセレボで来たんで、まあ、ワンチャンそろそろ来るのかなというところ。ジャック&スパロー、こちらもですねカリブの海賊で、アトラクションになってるやつで、あとはまあ7月の誕生日っていうところでまあ入れちゃってますよと。デールサンドオラフは新エリアの絡みなんだけど、まあこれはもう復活してほしいみたいな感じですね。はい、まあエローラまだ来ないかな、さすがに。でパフューム暖房、まあこれもアトラクションでいるんでっていうところと、まああとアリス誕生日っていうところで、まあ不思議の国のダンボって違くない？ダンボはダンボか。あれダンボは、ダンボはダンボだ。不思議な国のアリス関係ねえわ。はい。ダンボはアトラクションで入れてるんだ。そう。ディズニーランドのね。で、ミッキー&フレンズはなんか、ダッフィー&フレンズだしね。ミッキー&フレンズのツムということで。まあこれ来たら嬉しいよねっていう感じで入れてるけど、まあ多分来ないのかなというところ。あとはジャック&サリー、これもまあ、フェアツム、もう記念セレボとか、七夕セレボがね、こう、ゴールデンウィークスペシャルセレボみたいな感じで、まあ、来るのであれば、まあ、フェアツムがね、復活するのは、まあ、間違いないかなと思ってて、で、直近のフェアツムで言うと、ダース・ベイダー、まあ、ベイダー教とストームトルーパーはね、復活しましたけども、それ以降のフェアツムはまだね、復活しなくて、それ以降のペアツムっていうと、ミッキー&ドナルドが来たんだけど、まあそれは二度と復活しないっていうところで、その次のところのペアツムで言うと、まあジャック&サリーなんで、まあここも、まあ期間的にはまあぼちぼち来てもいいのかなというところで入れさせてもらってます。まあただ、まあやっぱ、もし復活するんだったら、まあやっぱハロウィンとか12月、クリスマスの時期、なんならまあ三が日みたいな感じで、まあその辺で来るのがまあセオリーかなと思います。けれどもまあ、ワンチャンということで入れさせてもらってますということで、はい、まあこの辺共通プラス、まあちょっとディズニーリゾート関連で、っていうところで、まあちょっとこんな感じで、はい、選ばせてもらいました。まあこの他にもね、多分常駐とか、まあちょっと弱いツムなんかがランダムで入ってくるのかなっていう、そんな予想でございます。はい、ということで、まあ皆さんいかがだったでしょうか。まあちょっとね、七夕スペシャルセレボが来るかは分かりませんけれども、はい、楽しみにねしてみましょうか。はい、ということで、今後もですね、まあちょっとこんな感じで、ね、リストを作って、いきましたので、まあ一個一個ね確認して、はい、いきますので、はい、今後も、よろしくお願いします。一応新ツム用のやつもですね、新ツム予想のやつもちょっとこう作ったんで、今後はちょっとこういう、はい、画面録画っていうか、まあこういう、なんだろう、キャプチャーしていくタイプの動画はですね、まあちょっと項目作ってね、分かりやすく自分も話すことを忘れないようにという意味も込めて、ちょっと項目
作ってね、今後は動画にしていきたいと思っておりますので、はい、今後もよろしくお願いします。はい、ということで以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。